次の方、最後の方ですかね。うん、どうぞ。よいしょ。はい。まあ、うん。どういう内容だったかっていうのはね、前の突破者を見てないと分かんないかもしれないね。俺は彼の言ってることを理解できたんだけど。はい。もしもーし。どうぞ。あ、はじめまして。ね、3年ぐらい喋ってなかったから、ちょっと声枯れてたわ。はじめまして、はじめまして。お名前。西山のひろゆきっぽいね。あ、ありがとうございます。はい。まあ、似てんのか何なのか知んないけど。はいはい。もしよかったらお名前。うん。はい。あ、ジミーです、ジミーです。どうもどうも。よろしくお願いします。よろしく。よろしく。どうも。はい。なんかさ、理屈を押し通すみたいな。要は理屈でやっているみたいな感じのこと言ってたんだけど、さっき、カッカとのやりとりでね、君論理っぽいんだよね。はい。論理、なんですか？論理っぽいの。そう。はいはいはい。理屈っぽいってことですよね。理屈ではない。はい。はいはい。理屈、ヘリクスだったらいいんだけど、理屈とヘリクスの違いってまずわかる、はい、あ、ちょっと待ってもらっていいですか？タバコ取ってくるんで。Google に行っちゃったかな？ Google に走っちゃったかな？理屈とヘリクス、ちょっと調べなきゃ。別端末で調べなきゃ。お、の割に早い。おー。あー。あー、すいません。ちょっとね。何ですか？はい。理屈とヘリクスの違いってわかるかな？あるかな、うん、理屈とヘリクスの違いっていうふうにご指摘あったんですけれども、一般社会でですよ。はい、ツイキャスとか配信じゃなくて、はい、一般社会で、一般社会でですよ、あくまで。はい、ジミーさん、はい。理屈とヘリクス、どっちが通ります？はい。どっちが通ると思う？はい。どっちが通るかの話なんかしてないんだけど。違う。いや、わかってます、わかってます。理屈の違いっていうのは何ですか、はい、ってことを聞いてるんだけど。はい、ここで話一つ出すのが自分で気づいてる、まず。大事なところなんですよ、ここ。すごい大事なところで。違う、はい、要点だけ話せばいいんだって。要は、うん、君が理屈でやるっていうんであれば、うん、要点だけでやればいいの。で、論理っていうのは、テーマがあって、そのテーマに沿って、A と B っていうものがあるでしょ。で、その間にあるもの、例えば iPod を作りましょうっていう風になったら、iPod を作るにあたって、じゃあこういうものが必要だ、こういうものが必要だっていう風に、答え合わせしながら出していくのが論理。主張がね。ね、理論っていうのはそれに対しての要はなんでそういうにするんですかとか、要はいやここはこういうにした方がいいですよとか、そういうことが理屈、押し通そうとすること、自分の主張、はい、ね、君はさっきからね、スタンスが譲歩、相手に対して譲歩してる状態だから、要はその本心っていう部分で戦ってたんだけどね、要は論理っていうところ、要は照らし合わせながら相手に対して主張している。だから君のスタイルは理屈ではなく論理ではないかなっていうふうに思っちゃったんですよね。何でもかな、うん、うん、OK です。その上でその上でなんですけど、社会一般で理屈の方が僕は通ると思ってるんですけど、どう思います？社会一般じゃなくて、君は個人の主観で言っていた、はい、個人の主観でじゃなくて、僕はそうじゃなくて、先ほど、主観だって1対1でやっているっていうふうに言ったんだよ、君は。ちょっと待って、だってさ、それって客観的に見て、ちょっと待って、ジミーさん、ジミーさん、僕にも喋らせてもらえないですか？僕にも喋らせてもらえないですか？いいですか？主観で話してるって言ったけど、ね？主観で話してるって言ったけど、ジミーさんがそれを客観的に見てる時点で客観性なんですよ。なんで客観性になるの？だって僕と前の当事者さんとのやり取りを主観で話せるのって僕とその当事者さんだけじゃないですか。うん。で、あなたは客観的に見てて、客観性っていうものを、いや、ちょっと待って、まだ終わってない、まだ終わってない、言うなれば俺の話、まだ終わってないよ、まだ終わってない、都合が悪いの？いや、焦ってるとかじゃなくて、どうぞルールでやりたいんだよ、そんな。あ、いい自分の都合で落とすぐらいのレベルのもんだもんな。あ、いい。あ、いいよ、いいよ。いや、いいよ。いや、いいっすよ。じゃあ、最後まで聞きます。ごめんなさい。ごめんなさい。いや、いいっす。最後まで聞きます。うん。はい。違う、頭が悪いから多分、要点だけかいつまんだ話ができないんだって。うん。あと、理論と論理の違いっていうのもさ、お前に簡単に説明したじゃん。うん、うん。でも、お前はバカだから、うん、要は簡単に説明できないんだって。
要点だけかいつまんで、わかる？いや、そうじゃなくて、僕が言ってもね、理屈と論理の話ってすごい頭いいなと思う。違う、え、違う。一ついい？ひろゆきに憧れてんだったら、もうちょい知力つけた方がいいわ。え、僕何も喋ってないんですけど、まだ。僕の主張一個もまだこの卒始まってからしてないです。まだ何も喋ってない？知らん、僕の主張はまだ何も言ってないって。まだ何も喋ってない。僕の主張はまだ何も言ってないですよ。あ、じゃあどうぞ。いいよ。で、それに対して、さっき、論理と理屈っていう話をおっしゃってたじゃないですか。で、僕のことを論理の方だっていう、はい、いうふうにおっしゃってたじゃないですか。で、社会一般とか世間一般で考えたら、はい、僕は論理の方が通ると思っているんですね。で、その論理の喋り方がしたら何が悪いのかっていうところが問題点だと思うんですけど、僕が論理的であるっていうことを問題定義するのであれば、それにどこが問題あるのか教えてください。これが僕のさっき言いたかった。いや、問題定義があるんじゃなくて、問題定義があるんじゃなくて、矛盾が生まれてしまっている。どんな矛盾ですか？いや、自分はね、理屈で話すっていう、要は理屈でやるっていう、理屈で通すっていうふうに言っていたんだよ、君は。それで、君が客観視っていうふうに言った部分なんだけど、僕が仮にコメントで、ジミーさんが言ってたのはさ、ね、論理で話してるって言ってるじゃん。コメントで、でしょ、ね、コメントで僕が主張した場合、それは客観視になるが、僕が今、喧嘩突に上がっている状態で、君に対して言っているから、それはもう客観視ではなく主観になっているんだよね。なってないよ、頭悪いな。主観になっちゃってんだ。なってないよ。だって前の、例えばね、じゃあ、オッケー。熱くなってきた。オッケー、オッケー。面白い。いくよ。例えば、ね、ピーター・アーツとマイク・ベルナルドが戦ってるとするじゃん、うん、ピーター・アーツとマイク・ベルナルドで、その後にホーストが後から来てて、うん、ホーストがそんなに力量ないけどね、あの試合は俺の客観的に見てどっちの勝ちだっていう意見をホーストが言ったとするじゃん。で、ホーストがリングに上がったら主観になるって言ってるんだよ。おかしくない？それはあくまで客観でしょ。前の試合なんだから。うん、何をおっしゃってんのかな。どういうこと？だってさ、前の試合のことに客観性を取り入れたものを、違う、あのね、客観性を取り入れたもの、それに乗っ取った主張をしてるのが客観的であるってことを言いたいの、君は。違う、前の試合のことに関してはジミーさんは客観的にしか語れないはずだよっていうことを言ってんの。ん？だって、あれでしょ、要は、前に話してた、前の試合をやっていたものを、要はそういう、部分的なものを取り上げてきているから、要はそれは客観的であるってことを言いたいわけ。だって前の試合が参加してないじゃん。そういうものを、うん、いや違う、前のさん、あ、バカバカ話聞けね。客観性っていうものを、ね、客観的であるっていうふうにお前は言ったんだよ。違う違う、そういうことは言ってないの。違うの、違うの。僕はその客観的にその物事を見て前提が違う、で喋っているんだよ。わかる？前提が違う。わかる？前提が違う。前提が違う。とある前提が違う。なんでかっていうと、バカだから会話、こいつ IQ が違うとね、やっぱ会話ね、噛み合わないんだよね。もう一回話すね。いい、素直は多分分かると思うんだけどな、俺。うん、もう何、もう一回話すね。煽りいらない。あのね、前の試合に対して、うん、俺に対しての意見を主観だって言ったの、うん、あなたは。じゃない、真実。うん、ね、であなたが俺に、うん、俺じゃない当事者じゃないんだから、主観では絶対話せないんだよ。主観と客観の使い方、あなた間違えて使ってんの。だから、あなたが前の試合に、主観的、いや、まだ話してない。うん、あなた主観って言い切ったから。あなたは主観って言い切ったから。客観性とか客観的とか違うからね。俺は客観してるっていう、例えば。俺は主観だよ。俺は主観っていうふうに言い切ったよ。そうだよね。だから、主観にはなり得ないの。主義主張だから。例えば、あなたがリングに上がってない試合で、主観的に見るっていうことはありえないんだって。うん、だって、主観を持ってないんだから、リングに上がってないんだから。うん、客観視しかできないよって言ってんの、俺は。ん？だって観客だったんだから。客観視しかできない。そう、あなたが、あなたが示したじゃない先ほど。だからそれが頭悪い。僕が俺の言ってることも分かってないんだよ。違う、お前かぶせんなっていうふうに言うの。めっちゃかぶせますやん、この人。なんなんですのこの人、めっちゃ焦ってますやん。あの、苦しいと。かぶせてる数ジミーさんの方が多いよ。いいよ、どうぞ。いや、数の問題じゃない、数値の問題じゃないから。いいですか？何の問題？客観性のものを取り入れて、主観で喋ってる。何の問題？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 わかる。ちょっと待って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 。だって、何の問題だろう？数の主張じゃなかったら何の問題？あ、逃げたい？いや、逃げたいじゃなくて、何の問題？何の問題？逃げたい、この話から。勝てないから。え、何？それには答えられない。都合悪いの。何が？都合悪いの。何の問題？うん、数の問題じゃなかったら何の問題？どういうこと？何の話をしてんの？分かんなくなっちゃった。数の問題じゃなかったら何の問題なの？何の問題の？はい、話そらしました。ちょっと待って待って、だっておかしいでしょ。
何の問題なの、答えられない、ちょっと逃げちゃった。ひろゆきに憧れてんだったらちゃんとね、いや数の問題じゃなかった、何の問題なのかね、論理でもいいよ、理論でもいいよ、ね、自分の好きなスタイルでやればいい、うん、それにやればいいんだから全然ね、分かった、うん、だから話を今ちゃんと主観的か客観的かっていうところで乗っかって今やってたよね、あなたも令状出したでしょ、ああアーネスト・オーズはどうだこうだって試合のリングの話をしていたでしょ、上げ足を取るのをさ、だったら数の問題じゃないんでしょ、どこが問題なの、そこに沿ってしっかりやらなきゃダメだよ、俺は自分の答え言ったよ、そのことに関しては、でそれをぐだぐだ続けてんの、うん、あなたなんだよ、だから次の話題行こうよ、何が数の問題なの、ぐだぐだ続けてるじゃなくて話題行こうよってことは逃げるってこと、マジっすか、いきなりあ、じゃあそこでさ、じゃあアンケート取ってみようよ、名前どっちが出るかっていうの、君の土俵でやっていいよ、あ、いいの、うん、どっちが、じゃあ OKOK、 じゃあ、うん、今の今聞いてる時点、先ほどみたいに取っていいよちょっと静かにしてもらってもいいですか、今聞いてる時点で理路整然としてるのはどっちだと思います、言ってる主張が正しいと思うのがジミーさんの人はジミーさんで、和道の人は和道でお願いします、自分で主張してないっていう風に言ってんのに理路整然っていう風に言うのがおかしいんだけど、ね、だって俺の意見まず言ってないもん、まだ矛盾、矛盾してないよ、だから意見言ってないのに理路整然であるかっていうことを言う自体がおかしいっていう風に言ってんの、理路整然って言ってる、上げ足を取られんない、ちょっと待って待って待って、理路整然なんて話俺してないよ、うん、してないよって秒ぶれっすか、秒ぶれっすか、あ、だいたいコメント流れてますけどどうでしょう、うん、はい、あ、でもこれで勝敗をつけるとは言ってないから、じゃあ話いこっか次、あ、どうぞ、うん、はい、うん、でさっきなんか言ってた問題点っていう数値っていう話覚えてたかな、覚えてます覚えてます、あの上げ足取りは君の方が多いよっていうふうにおっしゃったじゃないですか、和道の方が上げ足取り多いよっておっしゃったことに対して、はい、いや数で言ったら僕はあなたの方が多いですよって言ったんですよ、で数の問題じゃないって言ったんですよ、多いか少ないかって数の問題だと思うんですけど、上げ足取りが多い、上げ足取りが多い、ですね、あ、ごめんなさい、かぶせの数だ、上げ足取りっていうのはごめんなさい、ごめんなさい間違えました、あの、はい、かぶせる数だったわ、ごめんなさい、上げ足取りじゃなかった、すいません、僕の間違いです、今あのリスナーさんが教えてくれたんですよ、こけしさんが、あの、かぶせる数が多いって言われたんですね僕は、はい、はい、声を重ねる数、はい、で、僕は、はい、数はあなたの方が多いよって言ったの、数ってことね、そうで、僕は、はい、あなたの数の方がかぶせたこと多いよって言ったことに対して、はい、数の問題じゃないって言ったんですよ、で、はい、何の問題ですか、はい、はい、ん、かぶせの数、あ、かぶせの数ってことで、かぶせを指摘してきた、君が、僕に。いや、指摘して。いや、君の方が圧倒的に、かぶせてる数が多いよ、っていうふうに言ってきた。いや、それに対して俺が、数の問題じゃないと言った。逆です、逆です。うん。違います、逆です。それで、違います、うんじゃなくて、うんじゃない。分かってない。あの、逆。そうじゃなくて、いや、俺は、かぶせの数でしょ。かぶせの数でしょ。かぶせてくるの。説明してあげる。逆。俺が言った、自ら。俺に対して指摘をした。かぶせの数が多いとは言ってないよ。君もかぶせてるけどねって言ったんだよ。かぶせてるってことは逃げることなのかなって言ったんです、正確に言うと。覚えてないですか、自分の言ったこと。熱くなってるんですか、うん、大丈夫ですか、うん、うん、どういうこと、うん、議論になんないですよ、自分の言ったこと覚えてないから。じゃあ、ちょっと待ってください。ここで、俺が言ってることの方が正しいか、記憶が、ジミーさんの方が言ってることが正しいか、もう一回書いてください。ああ、どっちの記憶が正しいか、ちょっとアンケート取らせて。だって、もうそもそもさ、自分が主張できてないっていう風にさ、嘆いてるやつがさ、どっちが理路整然としてるかっていう風にさ、アンケートみたいなのを取るっていうのがおかしいんだって、そもそも。まず。多分そんなバカなんだって。多分だけど、うん、リスナーさんの認識で僕が言ってる方が正しいってなってますよじゃあこれね、視聴者じゃなくてお前の信者だから、うん、僕普段アクティブ、まあいいんだよ、俺勝ち負けだから、どっちでもいいんだけど、あ、そうだ、いや、アクティブ何も知らねえよ、そんなの、はいはいはい、うるせえお前、絞りたてのコンドームみたいな顔して何言ってんねん、
絞りたてのコンドームってなんすか。コンドーム絞るんすか。そこ拾うなよ。え、そこ拾うなよお前。そこ拾うべきとこじゃないってお前。だってもうそもそもさ、自分が主張できてないっていう風にさ嘆いてるやつがさ、どっちが理路整然としてるかっていう風にさ、アンケートみたいなのを取るっていうのがおかしいんだって、そもそも、うん、まず多分そのバカなんだって。多分だけど、うん、リスナーさんの認識で僕が言ってる方が正しいってなってますよ。じゃあこれね、視聴者じゃなくてお前の信者だから、うん、僕普段アクティブ、まあいいんだよ俺勝ち負けだから、どっちでもいいんだけど。あ、そうだ。いや、アクティブ何も知らねえよそんなの、はいはいはい、うるせえお前、絞りたてのコンドームみたいな顔して、うん、何言ってんねん。絞りたてのコンドームって何すか。コンドーム絞るんすか。そこ拾うなよ。え、そこ拾うなよお前。そこ拾うべきとこじゃないってお前。絞りたてのコンドームが僕分かんないですけど、何すか絞りたてのコンドーム。絞りたてのコンドーム、オッケー。絞りたてのコンドームとは、うん、一体何かっていうふうに言うと、あのデリヘル嬢などを呼ぶとですね、あのこうコンドームをつけるじゃないですか。コンドームをつけてね、こう僕デリヘル一回も呼んだことないんで分かんないですね。僕デリヘル呼んだこと一回もないんで、んです頭が悪いのかな。だから、いや、だからデリヘルを呼んだことないから。だから声に足を上げるでしょ、ね、足を上げるから上げ足を取られるっていうことなのよ。じゃあリンゴを食べたことない人にリンゴって美味しいでしょって言っても意味わかんないじゃん。だからその説明をしていますっていうふうに言ってんじゃん。足を上げんだいちいちバカ。あのリンゴを食べた人のことをない人にリンゴの説明しても意味ないよって言ってんの。それは食べ物であっての場合でしょ。俺が言ってるのは状況ね、わかる。だからデリヘル呼んだことないんだからわかんないよ。あなたが言ってるのは、違う、あなたが言ってるのは食べた、要は体内に入れての味のことね。要は味で自分で感じることね、うん、俺は状況説明をしてるからそれは全く比較対象にはならないんだけど、何言ってんのこのアホバカお前。次々揚げ足取られまくりやん。いやでも普通だと思うけど、デリヘル呼んだことない人に対してデリヘルってね、はい、デリヘルでコンドームがとか言われて、コンドームの話終わりー、コンドームの話終わりー、揚げ足取られるまた。ああ、ほんで？いや、続けてくださいじゃあ。ちょっと余裕すぎるんだけど。あ、どうぞ。どうする？ここまでボコられちゃって。どうする？まあ、アンケート結果っていうのは信憑性がないからさ、そもそも。ああ俺、喧嘩としてでやってんだけど、あの、信憑性がないから、まあ、アンケート取ってみよっか、じゃあ、結果。はい、まあ別に俺特にお前と話したいことはないし、了解です。引き出し少ないし、うん、いいよ。結果出ました。はい。参りました。はい。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。最後にしようかな、次。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。